TV のコッコです。レッドです。ミナコです。マハロです。せーの、イエーイ。はい、ということで皆さん新年明けましたよ。じゃあご挨拶をしましょう。せーの、新年明けましておめでとうございます。というわけでココねえ、うん、おめめとして、んおめめとするの、ここに、ここにするの、あ、ここじゃ、はい、いいですか、行きますよ。明けましておめでとうございます。はい、はい、というわけでお正月何をしたいですか、皆さん、お正月にすることといえば何をします？もち、もち、もち、もち食べたい。痛い。あ、大丈夫。お餅を食べたい。お餅食べたい、ね、で、お餅って結構ね、高いのよ。わかる？お餅だからさ、結構買うんだけど高いし、なんか我が家だったらさ、餅つきとかやりたくないと思って、私こんなものを用意しました。ババ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 バ、さあ、こちらはこれは何でしょうか。棒、棒、コネコネする棒、コネコネコネコ、あ、ババババンババババババンババン、これどうすると思う？ あ、そうやって使う？あ、そうやって使うやつ。なるほどね、なるほど、これはなるほどね。え、じゃあ これはどうやって使うの？貸して、ちょうだい、うん、この、うん、おお、正解じゃない？分かった、こう、うん、正解じゃない？ゲズも回ってるでしょ、ほらね、すごいじゃん。はい、行きます。次、ここ、ここの下何入ってるでしょう、行きますよ。せーの、おめでとう。あ、そっか、ゆずちゃんとかくゆちゃん、保育園でやったことある？やったことある。えっと、保育園でやったことある、幼稚園で。幼稚園でも重たいからね、よいしょ。あとさ、お餅ついてるね、写真あるんだよね、うん、ちょっと、私奮発しましたよ、今回。でも、これはまあ1年に1回とか2回とかかもしれないけど、毎年使えるものだからここいいよね。これはね、近くのホームセンターで買いました。一生用、これはね、一生の、あのお餅をつくためにこうやって入れて、ね、はい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 、気持ちいい、はい、小ぶりですよね。なんかその子の、あの子供会とか保育園とかで見たことのある石と、ね、だからそういうところで見たことのあるやつよりはだいぶ小ぶりだけど、家庭用みたいなね。みんな見て、これほら、これがお餅になるんだよ。これお米みたいでしょ、ね、これは餅のお米なの、ね、餅米ってこと。そう、抱っこしてあげて、見せてあげて。これは、もち米はだいたい、まあ、その何時間かね、浸水させておく必要があるので、今回は 3,4 時間は浸水させてあります。私、今蒸し器にお水をこうやってたっぷり入れてお湯を沸かしておきました。はい、そしてこちら見て、蒸し布っていうのを買ってきたのよ。初めてですか？初めてなのよ。ドキドキワクワクだよ。なんかね、どうやら真ん中をちょっと開けてドーナツ状にするらしく、私も何せね、初めてなのであんまりよくわかってないのですが、こういう感じだよね。で、ぎゅっと、で、こうやってやっていくんじゃないか。はい、まず、1時間で
これは浸しとけって、お湯に、ちょっとしたお湯に浸しといてって書いてある。はい、じゃあ蒸し上がりまでジャンプ。さあちょっと開けてみようと思います。で、開けたらすぐ混ぜなきゃいかんらしくて。炊けてます。炊けてるね。炊けてる炊けてる。ほら、せーの、拭いてね。なんかこの色の差は何なんだろうね。いいのかな、乾燥か。じゃあちょっとこうやって、ちょっとマハロハウス、マハロハウス、これでね。これ冷めちゃうとダメなんだろうな、多分。あっつ。じゃあ行こうか。ペッタン。あよー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 。ペッタン。それ。ペッタン。はい。シャーレー。はい。ペッタン。ペッタン。はい。ペッタン。ペッタン。ここは。できそう。ペッタン。いいね。ペッタン。ペッタン。ペッタン。上手。上手。ここ。いいよ。せーの。怖いな。うん。せーの、ぺったん。はい、もう一回ぺったん。気をつけて、棒をぶったでしょ。ぺったん、上手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 。ほい、いいよ。せーの、ぺったん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 。はい、交代。せーの、はい、はい、はい、ぺったん。はい。ペッタン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 。いいよ。ペッタン。はい。ペッタン。はい。ペッタン。はい。ペッタン。ペッタン。はい。せーの。うい。ドン。うい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 、せーの、はい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 。一回つけよう、伸びてる伸びてる。いいよ、いい感じだよ。めっちゃこいつさ、飛んでる。はい、でもまだおはぎだな。さあもう一回いくぞ。せーの、はい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 。だんだんフィーフィーになってきてるんだけど。いくよ。せーの。多少粒は残ってるけども、それもまた美味しいんじゃないかな。ちょっとこれで完成としましょうか。じゃあちょっとさ、小さいサイズに切り分けますね。
レント手伝う。何の味だっけ？これはね、大根おろしの醤油。これはお醤油の砂糖、ね。待って待って待って。味あんこで醤油ときな粉か、大根かやな。きな粉。あ、でもこれ海苔もある。海苔どれがいい？レントがね、おすすめあるから。まずきな粉です。きな粉って。きな粉です。きな粉。誰かすんの？あんまんまにしてる。そして、おすすめ2つ目はあんこです。はアンパンマン？アンパンマンあんこじゃない？ね、アンパンマンあんこだね。アンパンマンあんこってさ。はい、これがおすすめでございます。はい、見せて。あら、おいしそう。アンパンマンでーす。テントさん、これかけて、ここに。はい。これも、いい匂いする。はい、いい匂いする？いただきます。はい、どうぞ。おいしい。どう？よく噛んで食べるんだよ。うん。ねえ、これのやつで、これで海苔をよく噛むんだよ。醤油砂糖かかる。噛みたい。ゆずね、そういうのできたね。ゆずね、そういうのを僕に食べて。乾杯。うん。うまっ。辛っ。大根おろしは美味しい。辛うま。え、めっちゃうまいんだけど、醤油砂糖。うん。うまいよな。かわいい。でも、食べちゃうけど、これうまいよ。あのね、泣くの。海苔もあるからね、海苔もね。泣くなった。あなた、早いね。やったろか。でも、美味しいんだもん。あなたやったらまたやるわな。はい、お皿ください。うん、ここ。はい。最高か。イエーイ、最高こ出ました。いいとこ出ました。マジで美味しい。ゆず最高。イエーイ。ゆず最高までちゃった。ゆず最高。うん。出ました。レンズ最高。うん。出ました。噛んでよ。うん。きなこちゃんが美味しい。うん、きな粉とあんこは最強よね。さあ、というわけで新年ね、これが起こりそうですよ。本当に今年もね、こうやって餅つきをしてスタートしました、2022年。というわけで今年もよろしくお願いします。ということで餅つきでした。それでは皆さん、またねー。